真夜中のピアノ屋 .com 今日は実は私の誕生日で、えー、7月11日セブンイレブンの日に生まれたんですが昭和37年、えー、7月11日の3時15分に生まれました、えー、61になりました、えー、最近、えー、みるみる若返っておりまして、えー、61になりましたけどもどこから見ても60にしか見えないと言われます で今日はですねあの展示ピアノだけ、えー、お見せしたいと思います。というのは、どんどんと今、まあ、ボーナスシーズンというのもあるんですが、売れていってるので、今、こんだけ残ってますというのをお,お見せしますので、見てください、ディアパソンのめちゃくちゃいい大型ピアノね、でこれね、売れちゃいました、このヨーロピアンデザインのね、でヤマハの U1M というこの名機も残ってますね、ディアパソンの猫、ね、足のこれも残ってます、そしてメルヘンの、えー、これもあります。これ確か商談 やったかな,なんか虚メール来てましたね。ちょっと社員が確認してますが、えー、メルヘンの木目のやつね。そしてちっちゃいピアノ、河合の CL ですね。あ、CE ですね。C7。ヤマハの UX10BL という、これも人気の X シチューのやつですね。小型の。これはあります。で、ただ、えー、っとカワイのですね、えー、SI の15という、この超人気モデルは出てしまってます。大橋が入ってきてますね。これはあります。これはクラックがあるので、 ちょっとお安く出そうと思ってますね、そしてこれはもう売れたやつですね、整理しております、ウェンドランドラングと円周が2台、これで、ね、引き比べにちょうどいいんですよ、この2台、どっちか好み、皆さん、あると思うので、でグランドの方はね、えー、今から作って、11月ぐらいにお届け、えー、完成するんじゃないかっていうふうにあの連絡がありました、ウェンドルはすぐに手に入りますね。 そして、えー、この C113N は売れちゃいました。この人気のモデルね、これ売れました。ディアバソンの大型の安めに出してるやつですね。ヤマハの U3M という名器も残ってます。ディアバソンの赤いピアノ、これは売れちゃいましたね。出ました。そして、え、メルヘンの、えー、これは小ユニット付きのお中型ピアノです。それから XO5 っていうね、えー、これは中型の、珍しいですよ。あんまり中古で出回ってません。えー、中型の えー、グランドフメンダーのものね。これはあります。そして、えー、このヨーロピアンデザインの安いやつですね。安く出してるやつ。これはユニバーサルあります。えー、同じようなヤマハのですね。 えーまあ、原稿機種かな。この超新品、まあ、で買えばめっちゃ高いピアノです。110万円やったかな。えー、これが中古で1台入ってます。今これだけ在庫、えー、ザ,ザーッとありますので、いやこの7月のねに入ってバタバタバタっと注文が入ってますので、えー、ちょっとこの今ある中でね、なんか気になるなっていうのは、早めに、えー、電話だけでも、電話メールだけでもいただいた方がいいかなと思いますね。演習の、ちょっと確認したんですが、演習の えー、アップライトピアノ、まだちょっとね、作れる、材料、あの、部品あるので、今注文いただいたらすぐ作れるよっていうことで聞きました。これね、ちょっとカバーかかってますけどね。えー、もう、もう最後の1台かな、ないかなーって、この数日で2日、2台売れたんですが、もうないかなと思ったら、あ確認しましたら、まだ数台なんかいけるそうです。で、2週間くらいで完成できるそうです。今なら。 ね、それがな終わったら今度はまあたないねになるかなと思うんですが、えー、まだあの値上げの話は聞いてませんけどまあでもねこの値段無理ちゃうかないずれはと思うんですけどね今円安なのでね部品が高くなってますからただ、えー、今なら本当に今なら円周の、えー、アップライト手に入るので、えー、1ヶ月もしないうちにお届けできるので考えてる方は今。 注文された方がいいいと思います演習のアップデート。前はもうめっちゃね半年待ちとかでしたからね今ならいいですので言ってください今こういう状況です、えー、このボーナスの時期にね7月の時点で、えー、このピアノ気になるなーっていうのがありましたら早めにこれピアノですよ、ねえー、早めに言ってくださいナイトの手段もできますジョージ・ジャコン えー、これの手段もできますのでね。よかったら、ピアノトコムの京都の本社の方にお越しください。で、えっ、ー、と、横浜の方も数台ありますのでね。ご希望であればそちらの方もスタッフがいる日に合わせていただきましたら見ることができます。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら